はい、どうも皆さんこんにちは、てるです。今回はですね、ちょっと企画でございます。まあ皆さんがですね、そのデュエマのその友達との対戦とか、あと大会とかで、ね、こういった経験はないでしょうか。ですね、まず、まあ、マナゾーンに、カードがいっぱい並んでると思うんですけど、その中で自分が出したいカードの色がなかった、まあ文明ですねがなかったとか、あとはまあバルガゲイザーとかで、相手を攻撃した時に山札の一番上を見て、ドラゴンならバトルゾーンに出せるんですけど、それが呪文だったりとか他のクリーチャーだったりとかっていう経験はないでしょうか。そういった、デュエマあるあるですね、こちらを何個か紹介したいなと思います。で、まあ別の方でちょっと撮ったので、動画を撮ったので、そちらをご覧ください。デュエマあるあるをまとめてみました。どうぞ。サイクリカリブレイク、クソ、やった。サイノスでブレイク、ここで忍者だ。ハヤブサマルでブロック、忍者出ないっすよ。相手の手札1枚、こちらにはジェニーがいる。4マナ、ジェニーを召喚、それを捨てろ。嘘だろ。3マナ、コアクアンのお使いを唱えるぜ。1枚目、2枚目、3枚目。あー、はい、いかがだったでしょうか。まあいっぱいあったんですけども、こういったね、デュエマあるあるですね、これからはね、バインの方ですね。今紹介したのはバインですね。スマホアプリでバインって調べていただくと出てくるかと思うんですけれども、そちらで、僕が上げた動画になります。まあバインはですね、まあ、6秒間で好きな動画を自由に撮れるんですけれども、こういった感じでデュエマのあるあるっていうのを、これからね、バインの方で上げていきたいと思いますので、ぜひね、フォローの方よろしくお願いします、という宣伝でした。ぜひね、まあいろいろ毎日で上げていくと思うんで、そちらぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。